モー党とはどのような集団なのでしょうか。はい、そのゴモー党について見ていきましょう。2019年8月にツイッター、フェイスブックは900件を超える不正アカウントが中国政府による情報操作に使われていたと公表しました。香港逃亡犯条例改正案へのデモを標的としてデモ隊をテロリストと思わせる世論誘導をする書き込みを行っていたということなんですね。ではそのゴモー党というのはどういうものなんでしょうか。これ、まあ、簡単に言うと中国政府を祭り上げる、まあ、よいしょするようなコメントを SNS や YouTube、インターネット掲示板に書き込むアルバイト集団のそうです。ただ数が膨大、1000万人以上いるとされているようなんですね。で、世論操作工作をするんですが、存在はやはり隠されて、存在は隠されていないと。実はですね、2005年に市の党委員会が求人を出した。結構堂々と募ってるんだなというところが分かるんですね。で、五毛の由来です。